神谷町東より先、本通り、袋町、中電前、市役所前を通ります。電車が動きます。お捕まりください。電車が右に曲がります。ご注意ください。電車が動きます。お捕まりください。この電車は発車後に神谷町東終電前市役所前を通ります広島藤名行きです。次は的場町です。木本一司さん光留生成員は電停すぐ前です。通信は大人150円、子供110円、市内新通信1円です。お降りの際特設運賃箱へお入れください。運行中前の電車に接近した際には一旦停車した後に動き出しますので、お立ちの方はつり革か握り棒をお持ちになり転倒事故にお気をつけください。いつも新型コロナウイルス感染防止対策にご協力いただきありがとうございます。引き続き車内ではマスクを着用し会話はお控えいただきますよう皆様のご協力をお願いします。電車が動きます。お捕まりください。次は稲荷町です。鳥親方、中小零細建設業者の生活を支える建設連合前です。IC カードのチャージは車内の自動両替機で1000円札のみご利用いただけます。なお残高確認は停車中に乗務員までお申し付けください。電車が動きます。お捕まりください。
ごとく何かやってるんだよ。今から考えるとが動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。
町東、神谷町東です。県庁、市民病院前です。コールセンターのお仕事探しはウェブシステム24にお任せください。横川駅方面は乗り換えです。神谷町西先生にお回りください。現金で乗り換えの方は神谷町までの運賃をお支払いの上、乗務員より乗り換え券をお受け取りください。 The next stop is 神谷町東。電車が動きます。おつかまりください。電車が左に曲がります。お立ちの方はご注意ください。次は本通り、本通りです。口のメンテナンスで健やかに。本通りから徒歩3分、大谷歯科クリニックです。The next stop is 本通り。いつも新型コロナウイルス感染防止対策にご協力いただきありがとうございます。引き続き、車内ではマスクを着用し、会話はお控えいただきますよう皆様のご協力をお願いします。電車が動きます。おつかまりください。次は袋町。袋町です。平和記念公園の入り口です。生活習慣病から漢方相談まで、災害者漢方内科クリニックではこちらが便利です。
電車が動きます。おつかまりください。電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。次は高野橋。高野橋です。住まいのことなら東立て。任せて安心。東立て本社ビル前です。幼児同伴の運賃についてお知らせいたします。1歳以上、6歳未満の幼児をお連れの場合、3人までが無賃です。4人目からは子ども運賃が必要となります。ただいま、年末年始輸送などに関する安全総点検を実施しております。電車をお待ちの際は、事故防止のため、ホームの内側でお待ちください。転倒事故防止のため、電車が止まってから席をお立ちください。この先、電車が左右に曲がります。お立ちの方はご注意ください。この電車は
お一人で IC カードをご利用の方に限り、2カ所の扉から降車できます。現金、1日乗車券をご利用の方や、エラーの発生した方などは、運転士のいる扉をご利用ください。詳しくは、車内掲示をご確認ください。電車が動きます。お捕まりください。
電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。次は、みゆき橋。みゆき橋です。美容のプロを育て、自宅・就職をサポートする中四国最大の美容専門学校、広島美容専門学校前です。電車が動きます。お捕まりください。席を必要とされる方がいらっしゃいましたら、お譲りいただきますようご協力をお願いします。なお、優先席付近では、携帯電話およびスマートフォンの電源をお切りください。
いつも新型コロナウイルス感染防止対策にご協力いただきありがとうございます。引き続き車内ではマスクを着用し、会話はお控えいただきますよう皆様のご協力をお願いします。車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。
電車が動きます。お捕まりください。次は県病院前、県病院前です。外傷、骨折、肩こり、腰痛治療、MRI 検査などあらゆる健康相談。大瀬取組み整形外科前です。転倒事故防止のため、電車が止まってから席をお立ちください。電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。次は宇品三丁目。宇品三丁目です。南税務署入り口です。お一人お一人に適した医療を提供する糖尿病専門医のいる国内医院は南税務署斜め前です。電車が動きます。お捕まりください。次は宇品四丁目。宇品四丁目です。耳、鼻、喉の裏尻咽喉科前です。
電車が動きます。おつかまりください。電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。電車が動きます。お捕まりください。
です。Gracias.